ロバート・スタックはアメリカ合衆国カリフォルニア州生まれの俳優、声優。1919年にカリフォルニア州ロサンゼルスに生まれる。幼少よりヨーロッパで育ったため、フランス語とイタリア語を習得。再びロサンゼルスへ戻るまでは英語を学ばなかった。両親はスタックが1歳の時に離婚し、父親が9歳の時に他界した。ちなみに、 祖父のチャールズウッドはローカルで活動するオペラ歌手だった。スポーツマンとしての面も持っており、ポロやスキーと射撃に腕を鳴らし、スキーと射撃においては全米記録を更新する腕前を披露。1971年にはその功績が称えられ、殿堂入りも果たしている。マサチューセッツ州にある大学で演劇を学び、役者を目指してハリウッドへ渡る。 やがてその容姿の良さと低い声がプロデューサーの目に留まり映画デビュー。時が第二次世界大戦に突入するとスタックはアメリカ海軍へ従軍。その後も役者として数々の映画へ出演しキャリアを積んでいく。1957年に出演した風と共にチルではその演技力が評価され見事アカデミー、助演団優勝に ノミネートされた。映画のみならず、テレビドラマへも出演し、アンタッチャブルでエディオットネスを演じ、エミー賞を獲得する。その後も、人気テレビドラマシリーズや、映画へ出演して、名、バイブレイヤーとしてその名を馳せた。それまではシリアスな映画やアクション系の映画に、出演していたスタックだが、後年になると、若きスティーブン・スピルバーグが監督の19、1941や、 レスリー・ニールセンラ出演のフライング・ハイ、トム・ハンクス主演のジョー、満月の島行くなどのコメディ映画へ多く出演した。1957年に同じく女優として活動していたローズマリー・ボーと結婚し、二人の父親でもあった。2003年5月14日にガンで闘病中の最中、心臓発作でこの世を去った。テレビドラマ、アンタッチャブルで、 エリオットネスを演じたスタック、ありがとうございます。